久保さん、今回、ボンジ徹底のボンにしましょうか。ボンボン。まあ、僕たちって別に、その、なんだろうな、才能があったわけじゃなくて、才能があったわけじゃない。うん、才能がある人ってい,、まあ、いると思いますけど、才能ってあります久保,さんの才能はあ久保さんが才能あったらね、マージャン店の経営を日本一にできてただろうし、この不況の中、 広島でマージャン店でマージャン店を経営して1億稼ぐ男がいますみたいな。どうやってマージャン店を切り盛りしてるんですかみたいな。いやー、実はですね、みたいなね。テレビに広島のなんかローカルテレビに出てたかもしれないですよね。<laughs> そのマージャン、日本一カリスマ経営マージャン店の親父みたいなね。<laughs> まあ、その才能はなく、えー、なんだ、マ、えージャン店で赤字と。 で僕も社長という才能はなくてですね、あのー、まあ、従業員に言われるわけですよ。社長という才能がないから、あの、社長がそんな、いつまで遅くまで仕事してるから僕たちが帰,られ,帰れないんじゃないですかっていうふうに従業員にね、あの言われるっていうね。社長が帰れないんですか僕たちが帰れないんですよ。ブラック企業じゃないですかこれ。どういうことですかと。ブラックですよ、こんなの。みたいなね。<laughs> まあ、あの、経営の才能がないんですよ。そう。<laughs> まあ、才能ある人って言うんですかねあんまりいないと思いますよ。で、自分に才能があると思うんだったら成功してるだろうし、才能があるんでしょで、成功できてない、うまくいかない、結果が出てないってことは才能がないんです。才能がないことを認めてください。で、やってください。徹底的に。才能がないんだから、超やるしかないじゃないですか。僕は少なくても、 あの才能がないっていう自覚があるし自分は人より劣ってるっていう自覚があるので人よりやるただそれすごくシンプルですよね人より劣っているだから人よりやるものすごく簡単なロジックなんだけどもなんでやんないのかなっていうで結果それも見せてます人よりやったら、まあ、人と違う人生を送れて悠々自適、まあ、悠々自適っていうほどではないですけども、まあ、朝は悠々自適ですね まあ自由に起きて、自由に寝て、みたいな。なんか自由な生活ができるようになりました。で、自由な生活にできるようになったのも、ただ人よりやっただけです。で、なぜ、なぜ人よりやったかっていうと、人より劣ってるからです。それだけです。シンプルに。いってらっしゃい。